魂込めたいんですよ。じゃないとやっぱり人の心に刺さらないということなので、最後のポイントとしてはコード進行、歌詞世界、楽曲構成はパターンなんですけど、四つ目は僕自身のオリジナルなんです。なるほど。じゃないとやっぱりちょっとあんまり刺さらない。ということで僕の10年目の本当に結婚式だったんですけど、その日のことを私は思い出してるから。ザラザラかザラザラじゃないかっていうのは間違いなんでしょうね。そうですね。班長、はい、この FRP はベルコートが綺麗なの。850の赤の剪定も綺麗でしたもんね。そうですね、その顔覚えてる。はい、空飛ぶやつだからさ、ええ、やっぱ抵抗ってかなりするんだけど、これこのパワーボートもさ、はい、水の抵抗って結構すごいんですよね、あれ ね、 そうですね。だから水の上走るやつだからさ、走るっつか飛んでくやつっていう感じだから、やっぱこの剪定の凹凸凸凹、うん、いかんでさ、やっぱりさスピードが抵抗を受けちゃうか受けないかってさ、相当深刻なんだと思うよ。そうですね。もうスクリューのね、性能とか切り方とか目のあれとかいうのもそうなんでしょうけど、この剪定がどうかっていうのもすげえ本当は気になることなんだと思うよ。はい、10年目の、プロフォーズを聞かせていただきました。ありがとうございます。もうドキッとするね、結婚しようなんてね自分に言われたんだなって思ってた
ありがとうございました。さて、午後もなんか発売するという、はい、来年になるそうですね、来年の1月の初旬にはですね、出ます。で、僕は J-POP に関するものをいろいろ研究した結果をまとめたものを、なるべく噛み砕いて分かりやすくしたものになっておりますので。ということでございますので、皆様どうぞ。チェックチェックでございますね、はい、そして、TBS ラジオ毎週金曜日の深夜、はい、4時から放送していらっしゃいますね、朝本当だから、はい、東京ポッド許可局難しくていいんですか、うんね、はい、ぜひこれも皆様チェックしてみてくださいませ、はい、今日本当にありがとうございました。本日のゲストマスタースポーツさんでした。ありがとうございました。横浜生まれの銘菓有明ハーバー、栗の粒の入ったたっぷりのあんをソフトなカステラ生地で包んだ優しい味わいです。思わず笑顔がこぼれる美味しさは贈り物にもぴったり。広がる笑顔の真ん中には感謝と希望があふれます。笑顔を届ける美味しさハーバーは首都圏の有明ショップまたはインターネットで。おいしいね、ハーバー。歌が感動を生むように、おいしさは笑顔を生みます。だからいつも笑顔の真ん中にいるのは。でさ、あのこれとこれは置いといて、で固まり具合にあのこれだったらずっと確認できるからさ、あでこのまま置いといて、下の方は積んで、それも電池も積んで、それも積んで、みんな積み出してるんで、はい、じゃあ一応終わりたいと思います。しましたが、いかがでしたか。また番組に、彼の番組を呼んでいただけたらななんてお話をしてお別れしたんですけれど、なかなか楽しみな方でございました。最後に、私は今度の火曜日10日に埼玉県の春日部ですね、これはお姉ちゃんとのゲームコンサート12-13、木曜日と金曜日は水泳に伺います。こちらは同様で伝える会です。そこでの音もこの番組でまた紹介したいと思います。では本日はこの辺で、お相手はゆきさんでした。この後もどうぞ良い日曜日を。ここで TBS ニュースをお伝えします。シンガポールで開かれている TPP 環太平洋パートナーシップ協定の閣僚会合は、2日目の今朝、最大の山場である日本とアメリカとの協議が開かれました。およそ1時間の協議は、アメリカと日本に対し、改めて全ての関税を強く求めた一方、そしてこれは重要5項目の関税を撤回できないと一致したと思います。もう一回いいんですかね。もうダメです。大丈夫。班長、はい、来年の2月、はい、横浜、はい、また出張です。了解です。決まりました。今、はい、ただいま家族だけに分かる。嬉しい。じゃあ年賀状忘れないで。今年は社長は生きてるでしょうから送り、僕も生きてるでしょうから送ります。サブさんにもどうぞ。ありがとうございます。午後1時までお付き合いください。嬉しいな。佐藤はあれじゃないですか、来ればいろんなあれが分かるんじゃないですか。ああそうでしょうね。あの人なんかアメリカンカップが好きで入社したとか言ってました。